新型肺炎担当の政府職員が自殺か。本日午前10時15分ごろ、国立保健医療科学院において、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、チャーター機で帰国した国民の受け入れに当たっていた政府職員が倒れているのが発見され、搬送先の病院で死亡が確認されてしまいました。 埼玉県警によりりりまますす。と、と飛び降り自殺の可能性が高いとされておりますこちら産経新聞の報道でございますがこの国立保健医療科学院はチャーター機の第3便で帰国された方々の滞在先となっておりこの滞在先となっている寄宿舎から職員が飛び降りたのではないかと 見られておりますが、こういった政府職員の皆様、激務で一日最大で19時間も仕事をしていることが明らかになっており、この新型肺炎においてさらに負担がかかっているものと思われますので、日本政府には この新型肺炎にしっかりと対応し、また職員の負担を可能な限り軽減するため、必要な人員を確保していただくようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました